今日のメインイベントになります。ガーナ対タイという組み合わせになりました。WBA 世界バンタム級タイトルマッチです。チャンピオンがガーナのナナコナドゥ、そして挑戦者が元チャンピオンですね、タイのダオルン・チョーシリー・ワットです。小泉さん、このところこのタイトルというのは目まぐるしくこう変わってるんですよね。そうですね。教えてもらえますか。まあ、ダオルンがチャンピオンだったですね、はい、その後ですね、同国人のですね、ウィラポンナコンルワンプロモーション、はい、ところがこのタイトルがですね7コナドに移って、そして元チャンピオン そのダオルンがこのコナドにまた挑戦するということですね、はい、その試合をお伝えするわけですが、浜さん、はい、割とこういうタイトルもあるもんですね。まあやっぱり世界のトップがどれだけ紙一重かという証明じゃないですか、うん、なるほどね、はいはい、さあそれではそこら辺の動きをですね、ここで映像で振り返ってみたいと思います。どうぞ。まずはチャンピオンがダオルン MP ペトロリアム、そして挑戦者がウィラポン。ここで12ラウンド判定で挑戦者が新しいチャンピオンになる試合です。サウスポーの、まあ、オレンジ色のトランクスの方がこれチャンピオンダオルンですね、はい、白のトランクスがウィラポン。ウィラポンというのはムエタイ出身ですね、まあ、タイ式出身なんですけれど、ボクシングうまかったですね。この試合は95年の9月17日に行われたものです。まあ浜さん、はい、この試合も同国人同士ですからすごい沸き方だったですよね。そうですね。そして、はい、そのウィラポンの4戦目だと聞いてびっくりしましたけどね、4戦目でいくら抜いてやってたとはいえこれだけのボクシングできるのかなと思ってびっくりしましたね。まあ、ただこの試合も結構採点は難しい試合だと思いますよ。はい、そうでしたね。このバンタムウェイト、これが3度目の防衛戦でした、ダオル。ところがこの試合、同国人のウィラポンに判定負けを喫します。この辺見ても上手いですよね、ウィラポンはね。本当なの、特に左の使い方上手いんですね、はい、サウスポーが真正面から入ってくるところ左を引っ掛けて回るんですね、まあサウスポーのダウンがどんどん押していくんですけどね。だからそういうところで結構最初は難しかったと思いますね、まあ、どっちが勝ちでもおかしくないような試合だったですね。まあ、構成はですねダオルンを取ってるんですけれど、それをフットワークでかわしてはそのジャブワンツー打ってまた動く、そういう戦術的にはウィラポンの方が勝ってた、ね、日本の森田健さんが現地でレフリングをされてました。両方とも自分の勝ち主張してたんですけどね、判定はご覧のように割れました。2対1です。新しいチャンピオンが誕生しました。ここでベルトが同国人のウィラポンに移りました。でそのウィラポンなんですが、今度はですねナナコナドゥに、敗れるわけです。ナナコナドゥの挑戦を受けます。まあ、かつてですねガーナの超特急ですね、ガーナエクスプレスって呼ばれたこのコナドゥなんですけど、もう年齢も31歳になりました。ハードパンチャーに変身してるんですね、うん、この試合は96年の1月28日初防衛戦になります。まあ、この試合含めてですね、まあ、15連勝ですね、はい、そしてその中に10連続 KO を含んでるんですね。まあ、特筆すべきはですね、日本で葛西雄一選手、辰吉丈一郎選手と戦ったアブラハム・トーレスですね、はい、あれをノックアウトしてそのフェデラテル中南米タイトル取ってますね。この試合も2ラウンド TKO 勝ちを収めます。シロントランクス、まあ、かつてヒルベート・ローマンからですね WBC のジュニアバンタム級タイトル取った時、あの時はスピードが目立ったんですね、はい、まあ、以前よりはスピードは落ちてるかもしれませんけど、その分パンチを強く叩き込むようになってますよね。だからノックアウトが増えてるんでしょうね。浜さん、この試合に関しては
どうですか。まあウィルボン前回と似たようなスタイルで、そんなに変わらなかったんですけどね、はい、ナナコナドゥのパンチ力が素晴らしかったですね。まあ倒す前のパンチが効いたんですけど、はい、倒した時のカウンターなんか実に鮮やかでしたね。これ効きましたね。ドンタになってですね、こんな時のパンチ効きましたよね。ああ、これですね、カウンターです。先ほどダウルフを下しましたこのウィーラポンですが初防衛なりませんでした。ここでまたタイトルが移動したわけです。ナナコナドゥはこの試合に勝った今抱きかかえ上げられていますが、ナナコナドゥは2階級制覇になったんですね。そうですね。ジュニアバンタムに続きましてこのバンタムを獲得しました。ジュニアバンタム、そしてバンタムです。はい、VTR で最近の動きを追ってみました。ダオルンからウィーラポン、そしてナナコナドゥにタイトルは移動しています。今名前がちょっと違うじゃないかとおっしゃる方もいるかと思うんですが、タイの選手は割と頭だけは一緒で後ろが変わるときが結構ありますよ ね。まあジムの名前取ったりですね、スポンサーの名前取ったり、はい、まあ、ダオルンはですね、まあ、もともとダオルンチュアタム、はい、その次はダオルン MP ペトロール、そして今ダオルン調子リワットですね、はい、だからもう頻繁に名前変えますね。浜田さん、ちょっと私たちも覚えるのにややこしい時ありますよね。そして台湾も長いですからね、どっちかというと省略して喋りたい方ですけどね、そういう面では結構難しい名前多いと思いますね。そうですね、はい。まあ、とにもかくにも最近はこういったタイトルが目まぐるしく動いております。さあ今日はこのナナコナドゥにダオルンが挑戦してまいりました。それではここで両者のプロフィール紹介してもらいましょう。まずはチャンピオンのナナコナドゥ、小泉さんお願いします。はい、ガーナのスンヤニ出身、年齢は31歳ですね。戦績が39戦36勝 29KO2 敗1引き分け。この2敗というのはですね、韓国のムンソンギルに敗れただけなんですね。89年ヒルベルト・ローマンを5度ダウンさせて、その12回判定勝ちで WBC 世界ジュニアバンタム級タイトルを獲得したんですけど、このタイトルを韓国のムンに取られたわけです。で再度挑戦したんですけど、この時は4ラウンド TKO まで。その後ですね、なんと15連勝 13KO してるんですね。まあ、この中にアブラハム・トーレス、あるいはですねビクトル・ラバナレス、こういった選手にも勝ってますね。で今年の1月ウィラポンナコンルアンプロモーションに2回 TKO 勝ちしてですね、 WBA 世界バンタム級タイトルを獲得してます。非常にスピードがあってですね、その最近はパンチにも自信つけてますね。はい、まあ、ガーナといいますとアズマーネルソンですとかですね、アイク・コーディ、こういった選手が有名ですけれども、浜さん、はい、このナナコナドゥはどういう選手でしょうか。まあそうですね、まあ、タイプ的には、まあ、3人とも若干違いはあるんですけどね、まあ、アイク・コーディなんかも壁がどんどん前に押し寄せてくる形で打ってきますからね、そういうことからすると若干違いはあるにしても、全体的にみんなが共通するっていうのはバネがあるんですね。特に上半身がみんなバネあるんですね、そういうところはやっぱり黒人特有なところありますよね、はい。さあ挑戦者となるダオルン調子リワットです。こちらもお願いします。はい、タイ国のウタラディット出身、年齢は28歳ですね。まあ、ベテランで戦績が67戦59勝 36KO5 敗3引き分けです。まあ、東洋太平洋のバンタム級タイトルも獲得して、その後ですね94年、ジョン・マイケル・ジョンソンにですね1ラウンド終了その TKO 勝ちで WBA の世界バンタム級タイトルを獲得して、2度防衛したんですけど、このタイトルはウィラポンナコンルアンプロモーションに失ったんですね、はい。その後もう4連勝 3KO 勝ちしてますね。まあ、パンチの重いパワフルなですね、そのサウスポーのハードパンチャーですね、はい。まあ、ウィーラポンに負けたのは先ほどご覧いただいたんですけども、その後どういう戦いを示してるんでしょうか。その後ですねフィリピンの選手、まあ、ジェスマカのような選手とですね、はい、戦いまして、そして4連勝 3KO 勝ちしてますね。そうです、はい。さあ浜田さん、ポイントはどの辺になりますか。はい、まあ、おそらくサウスポースタイルのダウルンはですね、真正面がどんどん突っ込んでいくと思うんですよね、そのまんま突っ込んでいって押し切れればダウルン、そして左をうまく使うことができればこのナナコナドゥの左がうまく出ればチャンピオンのもんでしょうね。そうです、はい。さあどんな試合になりますか、ご覧いただきます。この試合は10月27日タイのウタラディットで行われると思います。
WBA 世界バンタム級タイトルマッチ、ナナコナドゥ対ラオルン・チョウシリワットの一戦です。ガーナとタイです。และในขณะเดียวกันนั้นประเทศสหรัฐอเมริกานั้นกำหนด12ยกครับระหว่างนักมวยทั้งด้านแชมเปี้ยนของนาราโคนาดูว่าไตเติลを手に入れてから9ヶ月ぶり初防衛戦になります。ダオルン・チョウシリワット挑戦者は先ほど小泉さんおっしゃった通り4連勝、タイトルを失ってから4連勝 3KO で再びランキング1位に返り咲いています。ガーナの国家でなしアメリカの国家やってます ね、 そうですね。タイだから許されるんでしょうけど、こんなの国際問題ですよね。この辺のいい加減さっていうのも大体らしくてちょっと面白い感じもします、場所は挑戦者の地元、しかも生まれ故郷だそうです、はい、サラビットในการขึ้นสังเวียนในวันนี้ครับเพื่อเป็นเกียรติแก่โปรโมเตอร์ของเขาคือดอนคิงครับสำหรับนักมวยทางด้านมุมแดงรองแชมเปี้ยนโลก WBA อันดับที่1ผู้ท้าชิงขวัญใจชาวไทยน้ำหนักช่างเมื่อเย็นวานนี้เช่นเดียวกันครับ118ปอนด์เท่ากันดาวรุ่งชอศิริวัฒน์ครับこちらが挑戦者ランキング1位です。タイのセレモニーの長さっていうのはですね、相手側の選手はやっぱりちょっと泣かされますね、まあ、ウォーミングアップしてきてですね、リング上がってきて、だからそのいつになったら始まるんだろうっ て、 言って緊張感が切れるんですよね、はいはい。お客さんが盛り上がっています。ハマーさんも確かタイは行かれたこと、タイは試合をしたことはないんですけどね、何度かありますけど、やっぱり、その場の雰囲気になれるというのは大事なことでしょうね。ご覧のようなその場というこういった会場です。ちょうど私がカオサイギャラクシーのタイトルマッチですね、いやそれはすごかったでしょうね。ちょうどリングサイドにいたんですが、野外屋外だったんですね、リング上のライトをめがけて虫が寄ってくるわけですよ。そしてその虫が落ちてきて、その虫のためにリングが滑れるんですね、はいはい、そしてインターバルの最中に1分なんですが、それ以上かけてほうきで吐いてるんですね。ですからそういったあの雰囲気での世界タイトルも珍しいと思いますよね。両者に注意を与えています。 WBA 世界バンタム級タイトルマッチ、ガーナのナナコナドゥ対タイのダオルン・チョウシリワットの一戦です。これがチャンピオンにとっては初防衛戦になります。2階級制覇のナナコナドゥ、そして返り咲きを狙いますダオルン・チョウシリワット、まもなくゴングです、まあ、ダオルンのトレーナーにはですね、先日山口選手からタイトルを取ったピチッと、彼についてたそのイスマイル・サラストレーナーがついてますね、はい、さあ第1ラウンド始まりました。白のトランクスがチャンピオンナナコナドゥ、黄色のトランクスがダオルン挑戦者です。相変わらずスピードありますね、はい、身長も7センチほどチャンピオンが上回っています。173センチ、一方ダオルンが166センチ、リーチも8センチチャンピオンが上回っています。挑戦者ダオルンは普段よりもやっぱりあの考えたボクシングしてますね。というのはですね、はい、あの右のガードを相当高く上げてますよ ね、 ね、耳の上に上げてますね。上げてますね。これはこめがみ打たれない構えなんですね、はい、相手のチャンピオンナナコナドゥの左フックを警戒してるんですよ。ナナコナドゥ31歳、ダオルンが28歳です。両者とも経験は豊富です。あ、ちょっと今虫が飛んでますねこれがその最中に虫が死んでしまってリングが落ちるわけですよね。そうするとリング滑るんですよ。あ、そうでしょうね。
そういう無視は無視しましょう。インターバルでそれを掃除するシーンが見られるでしょうか。はい、本当にあのダオルンの右のガードは高いですね。高いですね。いつも以上にかかる、もう頭の上に出ることもあります。かつて韓国のですね、はい、あのユーミョンがああいうそのガードを高く上げてですね、その前の方の腕を高く上げてテンプルそのブロックしてましたけどね、はい、その右をついていきます。ダオルン左のボディ右を返します。ダオルンです。ランキング1位。チャンピオンのナナコナドパンチは速いですね。はい、非常にシャープです。右もダブル持っていきます。非常にリズミカルです。それとサウスポーに対しての苦手はないみたいですね。あ、そうですか、はい、うまくいい感じで左が出てます。はい、これだけ左出されるとやっぱりダオルの右はブロックに回るんですね。あ、なかなか攻撃の結びつけなくて、ブロック専用になっちゃうんですね。ダオルンの右があの頭から離れないわけですね、はい、これがもう常にガードのスタイルになってしまうので攻撃のスタイルにはならなくて、はい、いきなり左からになってくるんですね、チャンピオンのコナドゥはこれが40戦目です。プロ40戦目、ダオルンはなんと68戦目。第1ラウンドを終えました。私は1ラウンド目は、コナドゥのポイントにつけますね。チャンピオン、はい、この辺を取りました。まあ、パンチがシャープでですね、その、まあ、ダオルもよくブロックしてましたけど、はい、ボディへ その右のダブルですね、それから、まあ、全般的なその手数の差ですね。まあ、このチャンピオンの小泉さん、ナナコナドゥですけども、先ほどから2階級制覇と言っているんですが、6年ぶりに2階級目を取ったんですよね。そうですね、随分間空けての、返り咲きなんですが、息が長いですよね。ですよね。それと1階級上げて体力がやっぱりついたように思いますね。あ、はは、前とはだいぶ感じが違いますか。前とはやっぱちょっと違いますね。ちょっと、やっぱり今の感じで、速いいいパンチを打ったんですけどね、体力面で打たれたら危ないなという感じはありましたからね。あ、なるほどね。またそして韓国のムンっていうのは、まあ、嫌な選手ですよね、まあ、覗き見スタイルでグッ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 プレッシャーかけてきて、で打ち合ってきますし、ムンに敗れたのは90年と91年、この2敗だけです。プロとして負けた試合は2試合だけ。ナナコナドゥ同じ相手に敗れています。なんとか入っていこうというダオルンですが、左のストレートをいきなり持っていきました。胸に持っていきます。だいぶ懐の違いも両者ありそうです。リーチも確かに先ほど言ったように8センチ違いますが、それ以上の違いを感じさせます。これだけナナコナドゥの左が邪魔になるとですね、まあ、確かに右はブロックに回るんですけど、右というのはダウンの右ですね、ブロックに回るんですけど、チャンピオンが左を出したときに右で左を払った瞬間に左ストレートを、打ち込んでいくといいんですけどね。要するに払っての左ストレート、まあ、ワンツーのタイミングで打つんですけどね、だいぶ警戒しています。ダオル、高いガードでジャブを殺してますね。右から始めワンツー狙いですよ、相手の溝落ちをその左ストレートに狙う。左のフック、これは当たってません。今度はコナドゥ、お互いにパンチが空を切ります。コナドゥもガードは割と高いですね。しっかりと、フォームしっかりしてますね。はい、フォームしっかりしてます。バランスがいいですね。これはこの辺は天性のものなのかもしれませんね。やっぱり黒人特有ないい
リズム感バランス感持ってますよね、はい、WBC のジュニアバンタムのベルトはヒルベルト・ローマンから取りました。そしてこの WBA のバンタムのベルトは先ほどご覧いただきましたウイラポンから取っています。その同じ外国人のダオルンがそのベルトを取り返しに来ています。右をついていきました。当たってはいません。今度はダオルン、浜さん左のストレートがボディのアートをまた左ストレート出します。左が、ね、あの角度いいですね。いい角度ですよ。今右から左行く、今のあの右フッカルの入り方いいですね。いやちょっと低いか、積極的に入ってます。今の入り方いいですよ、第2ラウンドゴングが鳴りました。終了です。まあ、このラウンド難しいんですけど私はダウルのポイントにしますね。はい、まあ、有効なクリーンヒットって、まあ、この項目を考えるときやはり当たってないといけませんね、クリーンヒットでないといけない、コナドの場合は非常にパンチよく出してましたけどあのジャブはですねヒットしてないですね。だからあれをどう取るかっていうのが問題になります。ダウルの方はですね左のストレートを溝打ちに持っていったりですね相手が回るときに右フック当ててましたね、はい、だからあれを取って、まあ、このラウンドはダウルのポイントにしたいと思います。10対9です。浜田さんは第2ラウンドどう見ました？私もダウルの10対9ですね。あの両方当たってはないんですけどねこれ日本式の採点にすると10対10ですよ。でしょうね、はい。リングサイドが映し出されていますがご覧のようにいっぱいです。あの小泉さんタイにはねたびたび行かれていると思いますが。そうですね、よく行きました。特にあのガンボは小泉連れてサマンソーチャドローン試合しに行きましたね、はい、なんかもう盆踊りなんですよね。そんな感じありますよね、屋外ですしね、うん、でみんなティケットフリーでしょう、あ 政治家とか地方 そのビジネスマンなんかがですねその興行を買い切ってみんなフリーでしますからね、あのボクシングを見に行くかっていう感じでもうだんだん人がメイベント前に集まってきましたね。みんなのっぱらに座りましてね、戦ってる方は結構真剣なんですけれどみんなはもう楽しんでるっていう感じですね。それまあナショナリズムって言いますかね、非常にタイの選手がパンチ出すとうわーっと言うんですね、当たってなくても、やりにくいやりにくいんですね。まあ、浜田さんがアメリカに行った時もそのだいぶいろいろなことの違いに驚いて勉強になったという話ありましたけど、そうですね、タイなんかも行くとそうでしょうね。浜田さんおそらく、まあ、また違ったものがかなり、ね、あると思いますよ。ですからそういうところで、まあ、日本の選手が急に別の世界に入るわけですから ね本当にやりにくいですよね。O と B 逆はまたやりやすいんですよ。あーなるほど、あの日本は親切ですからね、はい、それを取ってきます。まあ、日本のお客さん、まあ、世界の他の国いろいろ私言ってますけど静かですよね、はい、だから日本人のその構成に対して応援もしていただいてるんでしょうけれど外国と比べるとそれほど熱狂的でもないですね。まあクールにボクシングを見てるっていうそういうのが日本のお客さんの態度でしょうね、はい、右のショートが当たりまして少し腰が落ちかけましたダオルンです。浜さんあのパンチはどうでした？ああいいですよ。あのまだ、クリーンヒットまでいかないんですけどタイミング合ってますよ。いいですよね、はい、おーと左返しました。これは後ろに下がっています。今の入り方もいいですね、はい、ダウルの入り方いいですね。もう具体的にその入り方といいますか言葉で言うとどういう入り方ですか？まず踏み込みがしっかり踏み込んでるわけですね、はい、そして今の右のフックからですね、そうするとチャンピオンに左フックじゃあれだけ思いっきり今の感じで踏み込まれるとチャンピオンに左フック一発じゃ引っ掛けきれないんですね。また入ってきました右クロス右に右を打ってこれだけ思いっきり踏み込むやり方はいいですよ、はい、左大胆に行きますダオルン。まあ、この姿勢がやっぱり挑戦者の姿勢でしょうね。そうですね、いつもの心情でしょうね、今はまともですね、今はまともですね、1
クリするような右もらってしまいました。いい感じで入りすぎたところを正面真正面に立ちっぱなしのところありましたね。あ、ちょっと油断しましたか。ちょっと調子乗りましたね。自分のいいパンチがねなかなかよく入っていただけに、うん、ちょっと油断しました。右をもらってしまいました。コテゴングです。さあこのラウンドはどう採点しますか。私はこの後のラウンドですね、あの一発、そして続いて速いワンツーありましたね、そして左フックも打ちました。だからあのこのラウンド全般を通じてのですね、その相手に与えたダメージ、はい、パンチの効果というのを考えると私はコナドにつけたいと思います。確かに浜田さん、はい、あの前半でも右のショートで相手をちょっとぐらつかせた時もありましたし、ね、そうですね。そしてあの一発はまともですからね、あれは少々打たれ弱い選手だったら倒れてるでしょう。今しかしよく倒れませんでしたよね、やっぱりあのダウル頑丈ですからね、頑丈だからこれだけ突進力もあると思いますけどね。この選手も息が長いですね。私は91年の10月ですからね、まあ5年前ですかね、はい、韓国でですね、あの、レオ・ガメスが金ヨンガンに挑戦した試合のセミファイナルに東洋太平洋タイトルマッチあったんですよね、はい、ダオルンが挑戦者だったんですよ。それで東洋太平洋チャンピオンのミン・ヨンチョンからですねダウン3回奪って、それで結局7回負傷判定勝ちでその勝ったんですね。実際だけどレフリーはですねそれスリップダウンにしたんですけどね、はい、これは馬力があってスピードがあっていい選手だなって言って感心した覚えがありましたね。そうですか。ところがその後日本のですねあの内田正和レフリーが、ええ、そのダウルの東洋タイトル行った時は出来は悪かったらしいんですね。スピードもなくだからちょっと波があったんでしょうね。ところがイスマイル・サラストレーナーについてからですね、ええ、上半身が柔らかくなりましたし、なかなかそのボクシング上手くなってきましたね。右からすぐに下がります。そしてガードを上げます。ダオル先ほどは少し油断を見せました。やっぱりあの一発がチャンピオンにあるんで、ちょっと思いっきり入れなくなってきましたね。そうですね、先ほどのラウンドとはだいぶ違うようです。あの勢いは良かったんですよね、入ってきます。さあ打ち合いを望んでいます。ダオルンショートレンジのその連打の回転の速さっていうのはダオルン真骨頂ですね。上体を左右に揺らしながら低く入ってきます。左また低く、左は当たっていません。左をとにかく出します。ナナコナドゥ入ってこさせないぞというチャンピオン。ガードがいいのとですねブロッキング考えて戦ってますね。チャンピオン初防衛戦、昨年の9月に敗れた後4試合こなしていますダオル挑戦者。一方のコナドゥは9ヶ月ぶりの試合です。エルボーブロック、ダオルンのパンチは入っていません。このガードの上です。パワフルです。どんどん行きます。ダオルンまた調子が出てきました。右フック当たりましたね、すごく低く入っていきます。また右、この後ボディ打たせない方がいいですね。左のグローブで弾いたところでゴングが鳴っています。第4ラウンド終了です。手数は多分あのコナドの方が倍出してると思いますね。ただこのラウンドクリーンヒットがありませんね。だからクリーンヒット、有効なクリーンヒットっていうことを考えるとですね、まあ、多少なりともダウルの方がクリーンヒットありましたからね、はい、右フックがその終盤当たりましたし、でボディへですね左ストレートの腹っていうのが当たってますからね、はい、このコンビネーションなんかも当たってます。だから私はダウルのポイントにしますね、はい、1ラウンドごと取り合いですね。そうですね、本当に一進一退っていう感じですね、はい、
第5ラウンドに入りました。 WBA 世界バンタム級のタイトルマッチです。よく名前を変えています。タイのダオルン。タイの選手は大抵、まあ、毎回言ってることなんですけども、頭のところが自分の名前で、後ろについているのがジムあるいはスポンサーの名前なんですね。そうですね。なんか面白いのはですね、あのタクシーメーターっていうあのリングネームもあるんですよね。で聞いてみるとですね、あの要するにタクシーのメーター、あれタクシーメーターっていう会社の名前があるらしいんです。そこのオーナーがスポンサーになった、なんとかタクシーメーターっていう、そういうあのリングネームもあるらしいですね。まあタイはあのボクシングこれだけ盛んですから、チャンピオンにねその名前をつけたらさぞかしいい宣伝になりましょう。ボディ打ちます。まあ、コナドゥの左は当たってないんですけどね、あの左出してるからダオルンはその入りにくいところがあるんですね。あの左がなければもっとサウスポーの右フック叩き込んでくるでしょうね。はい、ボディブローです。最近はこのボクシング好調のタイ、そのうちの一人のチャンピオンダオルンです。右から入っていました。右から入るパターンが続いています。ダオルン右フックを顔面に打っておいて左アッパーボディブローですよね、はい、その時にですね、右足がおそらく、相手の左足の外に出てるはずなんですね、そういうふうにすると7個など左に回せないわけですよね。はダオルンの右足が邪魔になるんですよ。なるほど。ダオルンの右フックが空振りしたらすぐ右ストレート持っていくといいんですけどね。ちょっと間合い取ってもう一回ガード固めてから攻めますからね、ダオルも立ち直りますね。オーバーハンド当たりません。左ナナコナドゥ、おお入った。汗か水分がパッと飛び散りました。あれですね、あのおそらく前のラウンドセコンドで水かぶったんじゃないですかね。ああなるほどね。ゴングです。そういうふうにすると汗か水が飛ぶと相当強打されたように見えますね。見えますね。第5ラウンド終了です。このラウンドも難しいですね。もうテンポよくパンパンパンチ出してるのあのコナドの方なんですけどね、当たってないんですよ。本当にうまくブロッキングされてますね。それでダウルの方はですね、まあ、数少ないんですけれどその右フック当ててますよね。だからまあダウルの私はポイントに振りたいと思います。挑戦者です、はい、今度は左を当てました。チャンピオンはガーナのナナコナドゥ。ちょっと攻撃パターン変えてみる方がコナドゥとしてはいいと思いますけどね。ウォーターブル危険な右へ待っています。また右のスレートナナコナドゥ。右後ろ、右は出しません、右は出しません。ナドゥ、まあ、今あのタイミングを見てたんですね。左から行ってきました。ダオルン小泉さん、ガーナのボクシング事情というのはどうなんですか？やはりもうアズマネルソンがですね、その、まあ、あの国のですね、もうボクシングのスーパースターですね。そうですね。で、あのドクターオコっていうのがマネージャーでですね、はい、それで、はい、このナナコナルとその同門なんですね。ただですね、アメリカや海外で稼いできたそのドルっていうのの価値っていうのはそのガーナ持って帰るとその大変なもんですね。そうですね。だからアズマネルソンもすごい生活してるらしいですね。そうですか。
動きが激しくなってきました。トナドゥおーっと意外に決めた決めますダウル左ストレートで良かったですよ、ダウル連打します連打なんとか立ち直ります。トナドゥ激しい攻撃を見られました。ダウルもう一回見せることができるか。左から右今みたいにですね、バランス崩しますね、チャンピオン、あれ左足が引っかかってるんですよ。あーなるほどなるほど、サウスポーの右足に引っかかってるんですね、追い方いいですよ、追い方いいですよ、ダウルもこの辺の攻め込み鋭いですね。ダウルにチャンスです。あそこのチャンスあれだけスッと入れないですよ、普通の選手だったらね。レインストレート。おっと頭が当たったか。あこの右足引っかかりましたね。ましたね。まあスリップダウンだってアピールしてます。であのレフリーもカウンター取ってないでね。ウォーリーシュミットプエルトリコのレフリーですか。あいいラウンド作りましたね。10対9ダウルンのラウンドです。ロープに詰めましてダウルに非常に大きなラウンドを作りました。第6ラウンドそのあたりが出ましょう。ボクシングはやっぱりタイミングのスポーツですからね。だからスピードがあるって言ってもですね、野球の速球投手と同じなんですね。パターンがその単調だったらやっぱ相手合わせてきますよね。そこに変化つけるとかですね、はい、フェイント入れたりですね、相手のその視覚とかそのタイミングの感覚っていうのをですね、やはりごまかさないといけないんですね、ボディーに打ってきました。7個などはダブルのジャブ打って、それで右ストレート打って、そしてたまに左フック返す、そのパターンがあまり単調なんですね。ボディーを嫌います。チャンピオンも随分慎重になりました。腕をついて回ってきます。いい試合になってきましたね、お互いスピードありますからね。右当てました。右から左行きます。マドゥ。反応きます。チャンピオン。ダオウンの方が盛んに仕掛けます。抑え作るようなジェスチャーありましたけど、そうありました、うん、まあちょっとそのレフが見えたんですよね。皆さんおっしゃるように常にダウルの右足が相手の外に出てますね。そうなんですよ、ちょっとずつちょっとずつ出します。スッスッというどれだけ踏み込みが早いかにもよるんですかね、必ずこの辺りが出てます。それで右構えの選手が左に回ろうとすると足が引っかかって回れないんですね、はい、ですから、7個なるとするとその瞬間どれだけ早くバックステップできるかですね。あ今日何回かバランスを崩しています。このあとこのあととしてはもっとその得意の右を打ち込んでいった方がいいですね、ちょっと右ずいぶん絞ったまま打ち込みませんもんね。まあ、その辺、まあ、自分の打たれ弱さっていうのをカバーしているのかも分かりませんけどね。それかチャンスを待っているのか。7ラウンド目終了しました。まあ、
このラウンドですね、まあ、そのたまに有効打ありましたね。難しいラウンドですね。私はですね、この後一応そのコンビネーション出してましたよね、はい、だからダウルの有効打もなかったとしてですね、その構成をそのコナドに与えたいと思います。構成で10対9コナドです。チャンピオンですね、はい、第8ラウンドです。 WBA 世界バンタム級タイトルマッチ12回戦、挑戦者の地元、しかも生まれ故郷で行われています。タイのウタラディット、チャンピオンのナナコナドゥ初防衛戦を相手国で戦います。綺麗なボクシングですよね。ナナコナドゥというのはストレートを使ってですね、はい、ただパターンがですねちょっと相手にもう読まれやすいですね、まあ、緩急自在と言いますけどね。なんかスピードのある選手はたまにそのちょっとスピードを殺したパンチを出したりしてですね、はい、相手に攻め込まして、そしてそこを速いパンチで右でスポンと当てるとかですね、そういうふうにするんですけど、みんな同じスピードで速いんですよね、はい、そうすると相手はやっぱり慣れてきますよね。かつて小林弘さんがアントニオ・アマヤと戦った時ですね、まあ、2度戦ったんですけど、アマヤも早かったですよ、はい、ちょっとオープンブロー気味だったんですけどね、まあ、やはり小林さん慣れてですね、その、ダッキングしては左アッパーから左フック、あるいはもう右のクロス叩きつけたりしてですね、そのアマヤのスピードを破りましたけどね、左を出します。一時ドンキング参加に入ったというチャンピオン、そういう話もありました。その後どうなってるんですか。その後ですね、一時スペインのプロモーターとですね、契約して、だからビクトル・ラバナレスなんかの試合はスペインで戦ってますよね。あ、そうですか。ムンソンギルとの2戦目もスペインでしたね、はい、一時ドンキング参加。おーと、右のストレート。ああいうのが当たったらすぐ行かないといけないですね、画面が乱れております。ちょっと見苦しいかと思いますが、ご了承いただきたいと思います。現地からの映像をそのまま使用しています。第8ラウンド残り30秒切っています。あーと左、ブロックはしてますけどね、ダウルのパンチがありますね。ブロックされました。ここでゴングです。互いに手は出しております。第8ラウンド、どうご覧になりましたか。私はそのコナドの右ストレート強烈なのがありましたから、ありました、はい、このラウンドはそのコナドのポイントにしたいと思いますね。私の採点ではですね、ここまででイーブンですね。4ラウンドずつ取り合いですね。さあ第9ラウンドです。おやおや、ちょっと画面がぼやけております。現地の映像をそのまま使用しております。お見苦しいと思いますが、ご了承いただきたいと思います。画像が乱れておりますが、現地からの映像をそのまま使用しております。ご了承ください。第9ラウンドです。まあ、別にタイの悪口を言うわけではないんですけども、以前はもうちょっと悪い映像がよくありましたよね。まあ、そうですね。非常に良くなってきています。特にカオサイとデビッド・グリマンの時なんか逆光のまま、そのホワイトバランスっていうのを取らないで取ってるんじゃないか。あとバッティングか、バッティングですね。今ちょっとレフリーが間に入っています。大丈夫でしょうか。大丈夫です。続行します。
画前勢いづきました。ダオルン、タイミングのストレート、大きく横から殴り込んでいきます。ナノカナドゥ、まっすぐ入ります。ダオルン、ダオルンも行きます。パワフルに行きます。なんとか左から入っていきます。身をかぶせてきました。低く低く、ダオルン、この辺攻め込むところはなかなか試合巧者ですね。やはりキャリアがあるその強みですね。まさに要するに押すところと引くところのね、はい、見極めといいましょうかね、チャンスを感じ取る力、お客さんの盛り上げ方もうまいですね。お客さんもこれ見慣れてるから分かってるんでしょうね、ここが山だぞという、さあこれから行くぞと、今がチャンスだぞというような感じで、それとですね、あの七子などよく見てるんですよね、見てるんですけど、なんでこれだけ、まあ地元なんでそうなんでしょうけど、歓声が違うかというと、ダウルの前とかですね、1、2打って空振りしたら頭ぶつけてますよ、はいはい、まあそれがですね、相手の下に入る効果にもなってるんですね、そこで顔を上げてるとですね、そのコナドの右が飛んできますよね、はい、あと30秒、左から右、大きく飛び込んでいきます。右のクロス、ダオルン、返り咲きになりますか。以前持っていたこのタイトル、ダオルン、はい、その後連勝を重ねましてランキング1位まで帰ってきました。そしてまたこの世界戦第9ラウンド終了です。まあ、このラウンドは文句ないでしょう、ダオルンのラウンドですね。挑戦者のラウンドを作りました。だいたいブレイクの後とかですね、ああいうバッティングでちょっと間があった後っていうのは、ね、先に攻めるとですね、はい、リズムが一旦途切れてますからね、その攻め込んだ方が勝ちなんですね。とかみんなそれやらないんですけど、ね、ダウルっていうのはですね、こう、うまく攻め込みましたよね。急に速攻かけましたもんね。そうですね。さあ第10ラウンド、WBA 世界バンタム級タイトルマッチ12ラウンド、いやダオルンコールがかなり高まってきました、画像が乱れています、皆さんのうちのお宅のテレビのせいではございません、お見苦しいかと思いますがご了承いただきたいと思います。第10ラウンド、私は昔トレーナーしてた時よく言ったんですよ、そこだ速攻だって言って、ダジャレじゃないんですよね、はい、だからそこで速攻するんだっていうふうによく言いましたけど、浜さんどうですか、戦ってて、まあ浜さんはないでしょうけども、チャンスどころを逃してしまうとか、あるいは逆にチャンスではないのに行ってしまったりとか、そういうことはありますか。それはよく、まあ、見てると判断できない選手がいるんですよね。この判断というのはですね、セコンドが教えてからワン行くというとワンテンポ遅いんですよね、はい、そうでしょうね。ですからそれはもう教えないで分からなければいけない本人の勘なんですね、はい、伸びる選手というのはそういうのを分かっているもんなんですね、まあ、いわば動物的な勘といいますかね、やはり、まあ、浜田さんみたいなノックアウトの多い選手というのはその詰めどころって知ってるんですよね、例えばですね、たまたま勝ったパンチで相手がスリップダウンみたいにしたんだけど、これがダウンに取られてしまったと、はい、そして、ダウン取った選手はあれ効いてるのかなと勘違いするのもいるんですよね、慌てて打っていってカウンター食らってノックアウトするのもいるんでね、その後あれ今危ないな打っていっちゃいかんなと思いながら食ってしまうんですね。ガードが硬いですよ本当にね、ガードの上です、
10ラウンド目にもですね、その当初のそのテンプルをブロックする右手を上げるブロッキングっていうのはまだ忘れずにですね、はい、そのやってますからね、はい、よっぽど反復練習でこの練習したんでしょうね。そうでしょうね。ワンツーからまっすぐ入ってきます。インサイド向こう側ナオルム、このラウンド残りわずかになりました。10秒今切ります。おっと頭が当たりました。イノスレート、チャンピオンも攻めに行きましたね。そうですね。ここでゴングです。第10ラウンド終了。このラウンドも難しいんですけどね、まあまあ、有効なクリーンヒットということになるとですね、ダオルンの方が勝っているような感じしますけどね。あ、試合はここでストップのようです。ちょっとダオルンが目を切ったんですね。あ、ここで負傷判定取るんですかね。ということはこの後はもう戦わずにここまでの採点で勝敗を決するということになりますね、はい。先ほどのバッティングでしょうか。切ったところ分からなかったですね。ちょっと眉間ですね。今サラストレーナーが押さえてますけどね。はい、ちょっと縦に切れて。こちらも切ってますね。はい。当たった後ちょっと赤く見えたような気もしたんですが。ちょっと眉毛の端がですね、その縦に切れてますね。ああ、確かに深そうですね。止めてますけれども、あれ感じが当たったらスッとまた開くでしょうね。ダオルの勝ちのようですね。そうですね。10ラウンド負傷判定によりましてダオルン新チャンピオンになりました。3対0です。ジャッジ3人いずれもダオルンがリードしておりました。